皆様こんにちは、四軸的心です。私は今、宮島を後にするために、松代線ですね、往路は JR だったんですが、当初の切符を買っておりましたので、帰りはですね、広島の U、広島電鉄グループのですね、松代汽船で帰ろうと思います。ちょうど映しているこちらの桟橋ですね、この桟橋で、先ほど出港していったのが瀬名湖に行く分か映っているか分かりませんが、その発着と平和公園のところの発着、それから、今平日は運休しておりますが、マリーナホップとの便の発着がこちらからしています。そして目の前にありますのは、廿日市消防局の誇ります、救助船兼消防船、救急車がそのまま乗せられるというのが大きな特徴になっています。そして、前面には、放水銃2門ということになっています。廿日市消防本部、所属もみじですね。そしてこちらは多分ここはもう昔からの漁港ということになるでしょう。昔のことを言って恐縮なんですが、バイクでこちらまで渡ってきて、包ヶ浦ですね、そこまで、走ってですね、海水浴してまた帰るというようなこともやっていましたけど、それはそれで楽しかったですけど、若いからできるということで今やれと言われたらそれはちょっと無理な話ということになります。ということで、発信しました。車両の方の船の、桟橋だったんですけど、それに乗れということでですね、そうですよね、平時はこの車両の方は車両だけ、人の方は人だけって分けて運行してるんですけど、もう今そんな余裕はありませんから、もう混ぜて運転するということになります。車両的には JR よりこっちの方がたくさん乗せることができますので、普段はこちらの方は車両は結構たくさん乗して航行しているということになります。そして向こうは広島ですね、広島市、そして、佐伯区かな、この辺は。でこっちが廿日市市、あそこは廿日市の有名タウンですね。寄せないので全くわからないという、肉眼で見てものを言ってますが、このマンション群が、ナタリーですね、元ナタリーという、遊園地があったんですけどね、3回ぐらいしか行ったことないですけど、そういうようなところになってますね。今日は天気もよく、今風結構強いんですけど、ちょうどいい感じの風になってますんでね、よろしいかなと思います。今ちょうど半分ぐらいかな。そうなんですよ、この景観でも半分ぐらい、半分はまだ行ってないか、でも3分の1は行きますね、私の画像ではいつも大鳥居側を撮ってることが多いんですけどね、こちら側もこちら側で好きなんですね。だけどこの宮島に来たらやっぱり大鳥居側を撮らないとなんか来たような気がしないということでですね、あちら側が多いということになりますね。ロープウェイが多分まだ再開してないんで、ロープウェイが再開すると2000までは歩いていくのはちょっとあれなんで、シシーワですね、シシーワまでロープウェイがありますので、そこからちょっと眺めを見て撮影をするとよろしいかなということになろうかと思います。
さあ本土陸地が近づいてまいりました。近づいてまいりましたが、やはりこの宮島の方向を向くんでして、この航路の軌跡を見てもですね、今このちょうど映している右から左へ風が吹いていますので、ちょっと流された後、今度は、ですから進行方向左側に少し舵を取って流されてるんだけどまっすぐ行ってるっていう状態を保つと、こういう航行になろうかと思います。まあ、今日はあの宮島も短い旅でしたけど、まあ、あと次回ですね、いつぐらいがいいですかね。1週間後、2週間後ぐらいがいいかもしれないですね。まあ、あとはあのもう梅雨に入ってますからね、天気のこともありますから、なかなかその雨の中来ると辛いですからね、こういうところは。まあ、今日ぐらいの天候の時に来ると気持ちいいかなと思いますので、また少しですね、時間が経った画像も撮っていきたいと思います。今日はもう途中からほとんど鳩画像になっているので、これから1個前の画像の話ですね、なんです、1個前の画像はもう鳩画像に完全になっているんで、あれなんですけど、またちょっとそういう画像もね撮っていきたいと思います。逆に今日良かったですね、ビデオカメラもちょっともうちょっとなんか頑丈なのに買い替えようかなと。まあ、別にどこのメーカーのでもいいんですけど、まあちょっとなんていうんですか、アウトドアに強いっていうのがなんか JVC らしいんで、そっちに買い替えをしてみようかなとか思ったりもしますけど、まあでもあの使い慣れたメーカーから買えるとすごい不便を感じますんでね、まあ、独作ではないかもしれません。ということで、今日は宮島ボートはやっていないようですね。やってたら音がものすごい聞こえますんでね、こっちからこう見てもあの斜めに進んでるのが分かりますね。風に流されながら斜めに進むってですね、船舶の方向にありがちな、まっすぐ向いてないけど斜めを向いてるけどまっすぐ進んでるという、そしてですね、皆さん、とにかくこの緊急事態が明けたらぜひ宮島に来てもらいたいですね、もちろん隣県の方も少し遠い方も来ていただきたいなと思います。で、今日なんかで言いますとやっぱり関西方面の方ですね、すごく多かったように思います。少ない中でもほとんど関西方面みたいな、あとまあ私みたいな地元の人が1割ぐらい、いや1割よりも少ないかもしれませんが、ということで、なんだかんだ喋っていたら、宮島口に到着いたします。空間しましたね。
ということで、この動画はここまでにしたいと思います。本線は京都市に到着いたしました。店内にお忘れ物のないよう決定してください。本日はご乗船誠にありがとうございました。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。